こんばんは。片切り花火何回目ですか今日？7。いやー暑いですね。暑い暑い。夏休みが始まりました。ということで、今日はですね、よく晴れたので公園に来て砂場で遊びたいと思います。枝切り花火7回目は砂場で遊ぼうです。これは遊び合いがありそうですね、松島さん。よし、お城作るぞー。あ、土台がないですね。そうですね。城ってどうなんだっけ。おっと、今日終わりましたね。今日終わりました。水不足です。水不足です。お前だー。どうなんですか。おっとだろうが、みたいな。あー、あんまこんなところでこういいことやまつどういうことなんだろうね。どういうことなんだろう。ここまで帰ろうと思います。さよなら。このあとすぐって言ってもう始まってるんですけどね。皆さんこんばんは。今月も始まりました、寝たきり花火。私、司会進行その他もろもろ全部受け負っております、竹本美奈香です。よろしくお願いします。おかしいですよね、なんかこの図ね。寂しくないですか。一人寂しくないですか。いつもだったらね、横にメガネのお兄さんいるはずなんですけどね。ついに来てしまいました、この時が。松島くんは本日欠席でございます。私も今までですね、何回か、2回かな、すでにバイトが入っちゃってたりとか、あと帰省したいぜこの野郎みたいなんで2回ぐらい欠席しちゃったんですけどまあ今回はまあ私の番ということで、松島くん今日は何の用事かわからないけど、とにかく本日は私一人でお相手させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回で寝たきり花火も第7回目というわけで、ね、さっき流したように砂場で遊ぼうということで、今回は予告映像的なものを流しましたけど、まあまあネタバレしちゃうとめちゃくちゃ煽ってるけど、あれ全然関係ないんですけどねまあ一応次に来る映像から作ったものではあるんですけどもね。まあそうですね、7回目っていうことで、まあ中途半端なんですけど私たちもやっとなんか番組の制作のスケジューリングっていうか、そういうのに少しずつ慣れてきた頃かなって思ってます。本当になんか番組を始める前はなんか私たちのイメージするテレビ番組とかって週に1回なんか同じ時間にやってたりするじゃないですか。だからなんか月1って聞いた時に、あー週1じゃないんだよかったヒューみたいな感じになってたんですけど私たちの場合は特にトーク力のなさを補うために、毎回映像を挟んだりしているので、その、まあ、映像を作ったりそのための企画を考えたりするってなると1ヶ月って鬼のような速度で進んでいくんですね、もうものすごく。っていうのをすごい今更感じました。っていうかそれを学んだだけでもなんか数ヶ月前の自分とは全然違うと思うんですけどね。なんかそうですね、こういつもこうやって毎月第1水曜日の夜9時から、収録をさせていただき、その次の日とかもうすぐ後とかに
まあ、企画会議っていうか次何するみたいなのを話し合って、それでその時にこう今月のスケジューリングとかをして、でこう撮影をして、で編集をして、収録をして、で次また企画会議をして、でまた撮影をしてみたいなのをこうすごい本当にあの流れ作業みたいな感じで、あのやっていくことにやっと慣れてきたっていう頃でございますね。まあ私たちも暇な大学生って、まあ、いつも言ってますけど、まあ、暇なんですけどね、働いてる方々に比べると。だけどあの大学はまあもう3年生なので、週に何回か学校行って授業受けてっていうくらいなんですけど、まあ意外と課外活動っていうかサークルを松島くんはやっているし、あとはまあ友達との予定もあったりとか、そうそう、貧乏学生なのでね、私はあのバイトをしなきゃいけなかったりとか、そういうのが立て込んでると、意外とこう2人でそれを照らし合わせてみると、こうコメント向かって会ってなんかできる日って本当少ししかないんですよね。こう同じ授業を取ってるとかもあんまりないので、今月で言うとこことこことここみたいな、じゃあそこでやるしかねえなみたいな感じになったりするので、まあそういう限られた時間の中でやるって大変なのは分かっていたけれども、だけれども、まあ小学生の時からずっとそういうのは経験しているけれども、まあ一人じゃなくて二人でやるっていうのも新しい経験だなと思いましたっていうのが最近です。でですね、皆さん覚えてますかね。もう7回目になっちゃったから忘れちゃってるかもしれないんですけど、この番組はですね、やりたいことをやるっていう番組なんですよね。人生が一度きりだから、こうやりたいことをなんか普段やろうと思ってるけどできてないことをやるっていうのがこの番組のコンセプトになっていたはずです。でそう考えて、1回目がアーシャを撮ろう、2回目が家を建てようで、3回目がゴミを拾おう、4回目が子どもの日をやろうで、5回目がインドカレーを作ろう、6回目都会でそうめんを流そうで、7回目が今回砂場で遊ぼうっていう風に一個一個考えてきたんですよね。で私実はこの番組のコンセプト結構気に入っててですね、っていうのはなんかちょっと真面目な話ではないですけど、よくこういうこと考えるんですけど、私結構義務感人間っていうか、そのやんなきゃいけないからやるっていう感じで生きてきた人間なんですね。20年間そういう感じで生きてきた人間なんですよね。まあそれがいいとも悪いともあんまり思ってないんですけど、こう誰かにやってほしいなって言われたから、なんかじゃあその人の喜ぶ顔が見たいからやろうとか、もっと分かりやすいところで言うと、まあ学校の課題とか授業とかで、まあ頑張ってやった方がいいだろうなって感じで、まあ、成績もついてくるしって感じでやってっていう風に生活してきた人間なので、時々なんか好きなこととか趣味とか、あと何がしたいのとか聞かれた時に困ることが何回か今まであって、で私やりたいことやってんのかなっていうのを時々考えたりしてたんですね。だからこういう番組っていう機会をいただいて、なんかそれを機にやりたいことができるなら、なんかいっぱい出てくんだろうと思ったんですよ。なんかこう今までの生活の中できっと自分はこう何かしらを押さえつけてるはずだから、多分普通に毎日お仕事したり学校行ったりしてる方々皆さんそうだと思うんですけど、何かしらやりたいことこうギューって押さえてるはずだから、それができるならいいことだな、楽しみだなって思ってたんですけど、改めて毎月
今月は何をやりたいとか考えてみるとですね、不思議と出てこないもんなんですよ。なんか今まで企画考えてきたけど、番組内の企画っていうこともあって、まあ皆さんが見てて面白いものになってくれたらいいなって思ってるので、なんかそういうのも考えるとあんまり出てこないっていうのももちろんあるんですけど、そもそも普段やりたいことってなんだろうな。私お料理が好きなので、インドカレーとか、あとラーメンとかピザとか、そういう普段家であんまり作らないものとかを作ってみたいなっていうのはすごい考えたんですけど、その他ってあんまり出ないなって思って、多分それは松島くんもちょっと感じてたりするんじゃないかな。なんかこういつもこう2人向き合ってさ、何がしたいって言われた時に全然出てこねえみたいな時間がすごい長いことがあって、だからもうなんかということは私が2つ考えたんですけど、1つはまあ単純にやりたいことがあるけれども忘れてるっていうのと、あとはまあ本当にやりたいことがないのかもしれないっていうのと、あとは、まあ、意外といつもやりたいことやってるのかもしれないなっていう3つのことを考えました。やりたいことをやってるのかもしれないなっていうよりは、そのなんか毎日やってたら、あ、やってよかったなとか、本当はこれやりたかったのかもしれないなとか、なんとなく思いながら毎日過ごしてるのかもしれないなっていうのも思いました。で、今回たどり着いた砂場で遊ぼうっていう話、まあやっと今回の話に行くんですけど、今回の砂場で遊ぼうっていうのは、結構私も松島くんも、私がポロッと砂場で遊びたいかもって言ったら、あー楽しそうみたいになってやることになったんですけど、ちょっと なんで私砂場で遊びたいんやろうなっていうことを少し考えてみました。で、で砂場に関する私の古い記憶って、小学生ぐらいの時なんですね。小学校のグラウンドに砂場があって、そこで友達と遊んでるっていう記憶が一番古いんじゃないかなって思いました。で、小さい時はまあまあ砂場で遊んだ記憶はあるんですけど、でもそれと同時にすごい残ってるのが、母に砂場には猫の糞とかあったり、なんかいろいろ汚いからあんま触っちゃダメみたいなのを言われて、ああそうなのかと思ってあんまり砂場で遊ばなくなったっていう記憶も残ってます。で、あとはそうだな、あ、学校のグラウンドが最後の記憶だって言ったんですけど、私の小学校、まあ田舎で土地が広かったので、グラウンド結構広かったんですね。かなり広いと思うんですけど、そこに遊具とか、あと一輪車とか竹馬とか、そういう、こう個人で遊ぶもの、遊び道具が入ってるでっかい倉庫とかあって、フラフープとかで、なんか高学年とかになってくるとそっちのが楽しくなってきたりして、なんかあえて砂場で遊ばなかったなっていう記憶もありました。あと私すごくインドア派な子供、あ、今もインドア派ですけど、インドア派な子供だったので、なんかお絵描きとかの方が好きだったんですね。だから読書はしなかったけど、こういるじゃないですか、あのクラスに一人ぐらい、休み時間に漫画描いてるやつ、私だそれは休み時間に教室で漫画描いてるタイプの女だったんですよ。だからあんまもうそれこそ高学年とかになってくると休み時間外で遊ばなかった。で、中学とか上がっちゃうと一応砂場あったけど、もちろんそれ遊ぶための砂場とかじゃなくて、なんかその体育の時間で、なんだ、走り高跳びだっけ、あれをやるために
使ったりとかしてたんで、まあまあ普通に砂場で遊んでたら変な目で見られるでしょうということで遊ばなくなってて、でも私お砂場遊び好きだったんですよ。すごい好きで、なんか粘土みたいで楽しくて好きだったので、だから好きなのにあんまやってなかったかもな。まあまあやったけど最後の方やってなかったなっていう記憶が残ってて、でまあ夏だから天気いいことも多いですし、やってみたいなと思って今回砂場で遊ぼうという企画をいたしました。ということで、そろそろ次の映像を流して砂場で遊んでる様をとくとご覧いただきたいと思います。お願いします。じゃあちょっと今日用意したお砂場セットが一体何が入ってるのかだけ確認してみます。はい、熊手？熊手。ああ、はいはいはい。はい、ジョウロあります。ジョウロついてるよ、ジョウロ。これで水を。ん？これあれじゃない？ん？これこうやって。ああ、そういうこと？で、でやると。団子。あ、できない。できない。なんか人生の儚さを表現した作品でしたね。ありがとうございました。今週のコンセプチュアルこれにて終了です。で、これは？あ、これってさ、古い？うん、はい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 。こうやって、はいはいはい。そうですね。生意気なもん持って上がる。そうですね。で、まあ、まあ、基本です。基本の木ですよね。基本の木が一番最後でしょ。はいはい。で、これなんだかわかんないけど、また古いがついてくる。また古いがついてくる。大きい古いがついてくる。めちゃめちゃ古いたがるんですね、今時の子は。ふるふるいしたいちゃんなんですね。ふるふるいしたいちゃん。で、まあ、バケツがある。で、バケツですね。はい。はい、これは遊びがいがありそうですね、マシマさん。そうですね。何しますか、まず。何しよう。お城を作るのと、はいはい、あと、団子を作りたいですね。あ、はい、わかりました。ちょっと遊ぶぞ。じゃあお水を汲んできます。はい、何でしょう、まずは。お城を作りたいかも。はい、お城を作ろう。はい、まず土台がないといけないわけだよね、お城。そうだね。だから、すごい土を集めなきゃいけない。そうだ。多分こうサラサラの部分じゃダメだから一回水をかけて。私このサラサラとこの湿ったやつを混ぜる係になるから。ここまでで耕すから。耕す。先に頭がいいよね。いやいやいや、あの深く積むよりも積むのも深く掘るの掘ってこう高さつける。あー、なるほどね。頭がいいよね、マスター。いやいや、そんなことないっすよ。やめてくださいよ。さあさあ、とりあえずこんなもんでちょっと四角くしようと思います。はいはいはい。これは今四角いのはどこを作ってる？土台ですか？これは、はい、とりあえず四角くしてみて、その後考えようと思ってます。はい。じゃあ一個食べてみると。うん、一個食べてみようか。こんな無計画に通ってて大丈夫？大丈夫、俺の建築は完璧だ。ああ、そうなの。うん、あった、これ、この2つの塔は一番上に建てる。ああ、そうですか。ということで、はい、崩す。はい。で、ここは親方頼みますよ。で、はい、2段目を立てていく。はいはい。城ってどんなんだっけ？おっと、ちょっと確認するか。塔が乱立してます。塔が乱立すればいいのか。こういう塔が乱立してればいいのか。なんか、ぽい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 。まあ、なんかぽい。
あ、なんかぽくない、1個これだけでちょっとぽくない、なんかそれだけでぽくなってきたのもういいんじゃないかみたいな中央にはやっぱこうメインの音がベッて伸びてないんだよね、うん、そう、あ、これなんかスノッと割らせたら途端にぽくなった、なんか形変わってないかもねちょっと背高くしてみようさては飽きただろうな、飽きないよ、私は来たよ、うん、来ました、よし、じゃあこれで完成しようぜ、はい、よし完成、完成です、なんだ、なんか文句があるのか、いや、できた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 、できました、城です、寝たきり花火。さあ、次は何をしますか。さあ、何をしましょうか。次はお団子でも作りますか。お団子作りましょうか。やったー。お団子を作りましょう。じゃあまずまた耕すところからやりましょうね。うん、そうだね。池作るのもいいですね。池終わりましたね、終わりました、水不足ですね、水不足です、いや、こんだけやれば大丈夫ですよ、うん、あ、私なんかお兄ちゃんが中学生の時に一時期お兄ちゃんがこう団子作りにハマってたから知ってるんだけど、うん、砂をね、うん、振るの、あ、細かい砂を、そう、つまりここで、ここでお前だ、そんな細かいのかな、これ出てきてんの、いや、そこまで細かいやつ出てきてないよ、ないね、僕のお兄さん、泥団子作りにハマってたんですか、うん、あの下の兄がね、あ、下のお兄さん自由研究とかも光る泥団子とかやってたんだよ、出た、流行ってたよね、なんか流行る流行る、うちの兄はものすごいミーハーでですね、はい、どのくらいミーハーかっていうと、はい、覚えてるかな、光の棒とテニスの王子様がさ、はいはい、アニメとか漫画とかでやってた頃にですね、犬夜叉とかやってた、そうそう、やってた頃、その頃にですね、私の兄はですね、囲碁とテニスを両方やってたんですねあの光る泥団子作りしてた時はちょうど反抗期も混ざってたから、もうちょっとよくわかんないことになっててなんか、お前部屋入んなよみたいなノリで、うん、おめえ泥団子触っただろうがみたいな感じになってごめんねお兄ちゃんみたいななってたんですよ、なんだこいつは間抜けじゃないかちょっと思ってたけど、その時から向こうまでつけてあげた、うん、つけてあげた、こっちだよ、こっちだよ、こっちだよ、あ、よっと、あ、そーれ、あとした、あ、そーれとか、あよとか、あ、わかるんだけど、あ、どしたがわかんないんだよね、ちょっと意味が、どしたってさ、どしたってさ、なんやねん、どしたって聞きたいん、どしたってさ、今日学校で具合悪かったんちゃうか、関係ないじゃん、お父さんには、今日あんま友達と話してなかったんちゃうか、うるさい、あ、どうしたでこれ何がめんどくさいって、こう2人とも泥だらけだからカメラを動かすあれが、あれなんで、結構例年バイトがシフトぎゅうぎゅうに、ああああ崩れちゃったね、寝たきり花火。次は何をする、何しようか、お、大地に雨が降り注いでいるということはですね、はい、山が出来上がります、山ができるんですか、山が出来上がりますね、さあ作りましょう、はい、
あのね、一つ分かったことがある。はい、何でしょう。子供と違って体がでけえからこう腰を曲げるのはとてもしんどい。そうね。ガッと押して、お、こんにちは。こんにちは。悪いね、悪いね、勝手に借りちゃって。砂場みんなのものだから。本当？ありがとう。ありがとう。ありがてー。ありがてー。お前面白いな。お前今のうちからそういうこと言ってると。え、ゴミゴミを捨てるの。ゴミなくない。なんかこいつすごいぞ。なんかどうした、最近流行ってるのか。流行ってんの。最近ダジャレ流行って。解決ぞろりのやつだよ。あ、解決ぞろりか。原優太だな。なんかあんまり今の昔の子供が読んでるもん。変わんないんだな。なんだ、サバイバル系とか読んでる。あ、そう。なんすか、サバイバル。トルネードとか。バミューダトライアングルっていうのはなんだっけ。バミューダトライアングルっていうのはね、魔の三角地域と呼ばれているので、そこを通ると船とかがね、はい、全部失踪してしまうという。そんな怖いの。謎の地域のことだよね。そう、やったー、出た。イエーイ、初級はなんだ。一番有力の説がメタンハイドレードって、ね、何メタンハイドレードって。あのすごいかっこいい言葉聞くと、この人たちが興奮しちゃうから。水の中にあるメタンで、はい、エンジンがはい、それで沈んじゃうの。もうそれ正解でしょ。絶対絶対それでしょ。白砂かけるの。あ、そう、やっぱりやっぱ泥団子と同じ。泥団子と同じだよ。白砂かけると丈夫になるんだよ。 あとね、泥の砂、この人は妹なの。あ、妹さんなんです。あ、妹なの。こんにちは。こんにちは。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。どちらかというとダメだから。あんまこんなところでこういい年して山作ってる人はあんま良くないね。あんま信用しちゃいけない。はい、はい、というわけで、というわけで、ごめん、リピートしちゃって。どういうことなんだろうね。どういうことない。なんかここ数時間の記憶がないんですけど。ないんだけど。砂遊びしましたね。しました、しました。久々にしました。しましたね。10年はしなかったと思います。うん、私もそんくらいはしてなかったと思います。疲れた。疲れたね。なんか疲れた。うん、疲れが怪我の方で残るね。まあでも夏だからね、こう外に出ることもあんまないけど、出るときは熱中症に気をつけて。気をつけて。で、家にいるときは冷房症に気をつけて。冷房症に気をつけて。うん。ね。ちょうどこの時間は涼しくなってきますね。涼しくなってきますね。はい。ということで、もう帰ろうと思います。帰ろうと思います。一刻も早く帰ろうと思います。さよなら。いいよ、そういう走っていく演出。前半になんかいろいろ濃い話をした割にはものすっごいグダグダですいませんでした。普通に砂場で遊んでまいりました。手元をばっかり映してて、でしかもなんかいつもみたいにテーブルとかがないんで、あのほぼ顔が映らないっていう、あのすごく視聴者に優しい回になりました。私もあの精神が休まりました。あ、でもその代わりに私の太ももがたくさん映って、ちょっとあの心苦しかったです。ですね、まあいざやるってなって公園を探していたんですけど、でいくつかの公園見たんですけど、すごいですね、最近の公園って全部砂場の周りに網っていうか、こう柵っていうか、猫とか入んないようなものがついてるんですよ。でこうギーって開けて、でこう閉めて、でその中で遊ぶっていう。だからさっき映ってた砂場もそういう網がこう立ってました。だからさっき私が言ったような、その汚いからダメよみたいなのがちょっと改善されるみたいな構造になってて、公園も日々変わっているんすねみたいな気持ちになりました。あとあの公園は、本当にこの
この局の近くの北千住の公園なんですけど、あそこにはですね、なんとプールみたいなものがありました。びっくりしました。そこの公園の周りには住宅街がたくさん広がってて、まあ、団地とかもたくさんあって、マンションとかだから、まあ、子供がものすごいいっぱいいたんですけどね。休日だったのでお父さんとかもいらしてるお宅もいて、すごい賑やかでした。で、あのお昼間とかに行くとすごいいい天気の日だったので、普段噴水みたいになってるところ、噴水がこうバーって出てるところのにこう噴水出るとこ水が溜まって、でその中で子供が遊べるようになってて、なんか普通の公園で子供が水着姿になってめっちゃ遊んどるし、浮き輪とか持ってるんやけどみたいな、びっくりしました。すごい羨ましくて入りたくなったんですけど、私泳げないので、あのくらいの浅さの水で遊ぶのはすごい好きなので、ああいう公園があったら嬉しかったなって思いました。あとさっき言ったみたいに子供がたくさんいたってことなんですけど、最近の子ってこう公園でゲームをするみたいなのをちらほら聞き、あと私もちらほら見ていたんですね。だから要はわざわざ公園に来て DS とかを友達と一緒に対戦してるみたいな図をしばしば見かけるっていう話です。まあそれはなんだろうな、家にいるとお母さんに怒られちゃうからとかあると思うんだけど、まあ家にこもってるよりは外でやってる方がいいんじゃないとも思うけど、普通にその使い方でも私はいいと思うけど、多分まあそういう子が何時間も遊具で遊ばずに座って使っちゃうって占拠しちゃうみたいな、そういう問題もあったりするのかな。だからちょっとこう懸念の声みたいなのが上がってるのを聞くけど、でも実際そういう子はいなかったです。あの日はみんな、まあ、夏で遊びやすいからっていうのもあると思うけど、遊具で遊んだり、あと虫取りをしてる子がすごい多かった。セミを取ってる子が多くて、なんかもう自分で改造したなんかアホみたいな高さのこう虫取り網をこうふわって広げて、すごい高いところのセミをこうはっって取ってる図が印象的でした。あ、でも夕方になってきた頃に高校生か中学生ぐらいの男の子2人が やってきてカードゲームしてた姿は見ました。あとおじさんが結構涼みに来てた。ベンチで新聞読んだりとか、あとまあ何をするでもなくぼーっとしてるおじさんが結構いました。でなんかこうそういうのいろいろ見てて、まあお砂場遊びもそうなんですけど、なんか公園っていいなって思いました。お昼間はもちろん子供たちがたくさん遊んでたり、お母さんたちが喋ってたりするし、その休日になるとおじさんがまあ家に居場所がなかったりするのかもしれないですね。そういうおじさんがこうやってきてぼーっとしてたりとか、あるいは夜に行ったりすると、まあ、カップルがイチャコラしてる時もありますけど、不良少年たちのたまり場になっていたりとかしてるのも見たことあります。まあ夜に徘徊するのはいけないことかもしれないですけど、危険なので。でもなんかコンビニの前とかでたむろしてるよりは、そういう公園がそういう場所として機能してるのはいいんじゃないかなって思ったし、私もなんか家にいたくないな、なんとなくって思った時にふらってくることが時々あるんで、なんか公園への愛が深まった日だなって思いました。でも今季節がね、季節柄なのでやっぱ熱中症には気をつけてって思った。ちょうど撮影してた時に最後の方に多分ベンチで寝てたおじさんかなんかがそのまま倒れちゃってて救急車で運ばれていて、多分熱中症か何かだと思ったんですけどね。
まあ日差しガンガンなので熱中症には気をつけて公園もっと活用したいなと思いました。あと途中で子供が加わってくれたんですけど、私結構子供に懐かれやすくて、多分松島くんも割と子供寄ってくる方なんじゃないかなと思うんですけど、おそらくああいう風に来てくれることあるんですけど、さすがになんかあのもろ大学生なお兄さんとなんかよくわからない年齢のお姉さんが二人でお砂場遊びをしているとですね、結構視線が痛かったりするんですけど、特に保護者の方のなんですけど、だから最初の方は普通に二人で黙々とやってたんですけど、ああやってなんかこう話しかけてくれるコミュ力の高い子供たちがこうやってきてですね、手伝ってくれて、でいろいろ話をしてたんですけど、結局1時間か1時間半ぐらい一緒に遊んでたと思います。なんかまあつくづく思いますけど、子供って面白いですよね。なんかいきなりあそこで親父ギャグ言われると思わなかったし、あとあの男の子はなんかブラタモリが好きとか言ってて、お前いくつやねんと思ったんですけど、小学3年生の割にはなんかすごい不思議な発言とかたくさんしてて面白いなって思いました。なんか妹さんも多分どのくらいなんだろう、 4,5 歳ぐらいだと思うんですけど、結構よく喋ってくれる子で、なんか面白い兄弟だなと思ってました。でもやっぱり思ったのは、やっぱりって常々私が思ってるだけの話なんですけど、子供の笑いには厳しくした方がいいと思うんですよ。なんか大人がなんか子供がいつまでもちっちゃいと思って、なんかちっちゃい割に不思議な発言とかなんか親父ギャグとかそれこそ言ったりすると、うわーねんねんく面白いとかよく言うんですけど、ほんとよくないと思いますよ。私も面白いって言ったけど、最初の方はいいと思うんですよ。最初の方は面白いって言ってて、まあいいと思うんですけど、子供っていうのは学習能力が高いので、評価されたことっていいんだって結構思うと思うんですよね。そうすると結構繰り返すと思うんですよ、親父ギャグとか。面白ければいいけど、つまらんギャグを言う子になっちゃう、なっちゃいますよ、褒めてばっかりいるとギャグを。だから子供だからっつって甘やかさないで、ギャグ戦には厳しくしておいた方がいいですと思います。私の経験談ですけど、私さっき映像の中でも言ったんですけど、兄が2人いるんですね。で年離れてるんですよ、8つと6つ離れてて、まあよく可愛がってもらったんですけど、兄2人お笑いとか結構好きでよく見てるんですけど、私がなんかちっちゃい頃とかからなんかものすごいギャグに厳しかったんですよ。だからといって私が今面白くなったかどうかは置いといてですよ、そのことは置いといて、ものすごい厳しかったんですよ。なんか言ってなんかこれウケるやろなと思って、お兄ちゃんに言っても、はぁなんそれ、なんも面白ないねみたいなこと言われてガーンみたいな、そういう学習が結構あったんですよ。だからなんだろうな、そのお友達と喋る力とか、もうそういうコミュニケーションを取る力をこうつけさせてあげたいなって思うんだったら、子供だからって手加減しないで普通に厳しくした方がいいんじゃないかなって思いました。で、あの男の子はなんだっけな、なんかでもバミューダトライアングルのこととか話してくると面白かったけど、すごい賢い男の子で、あ、将来宇宙飛行士になりたいって言ってました。頑張ってね、もう一生応援するよって思いました。もう一生応援し続けると思いましたね。というわけで、まあこのくらいなんですけど、あ、そうそうそう、秋っぽいって言いましたけど、本当に秋っぽいんですよね。若者は総じて秋っぽいって言っちゃったけど、まあ総じてかどうかわかんないけど、私本当に秋っぽいんですよ。松島くんも秋っぽいのかな。好きなことには没頭しそうだけど、わかんないけど、まあまあ愛想ことは知らんけど、なんかとにかく集中力も私はあまりなくって、ゲームとかもすごい苦手なんですよ。こう
やってても次これクリアしようとか思って多分みんな熱中すると思うんですけど、全然その欲がなくって飽きっぽくって、もうすぐこうできないとはもう飽きたし、別にクリアしてもいいことないしいっかみたいな気持ちになってやらなくなっちゃうので、ゲームは本当に向いてないんですけど、どうなんでしょうね。飽きっぽい人多いのかな。自分が飽きっぽい原因の一つはこう周りに娯楽が溢れてたからじゃないかなっていうのもあるんですけどね。なんかそれに熱中しなくっても他に楽しいものがたくさんあるからいいやってすぐ飽きる癖がついちゃったのかなって最近になって時々考えることがあったりしますけど、皆さんはどうですかね。飽きっぽいこと結構怒られたりするんですけど、時々まあ怒られても変わんねえしとか思うんですけどね。どうなんでしょう。最近私が思い直し始めた悩みの一つでございますっていう、はい、今度こそっていうくらいです。今回の話についてはでですね、次回予告、ババーン、次回はですね、夏休み特別企画って思ってたんですよ。っていうのはですね、まあ毎回恒例のっていうか、竹本の帰省っていうのがありまして、帰省大好きマンかよって話なんですけど、帰省大好きマンなんですけど、夏休み長く帰省する予定なんですね。でまあよく知らないけど、多分まあ週末も予定あんじゃないかな、からまあいつも以上にちょっと制作するのが難しいから、こう2人で夏休みの思い出を撮ってこないみたいな話をしてたんですよ。夏休みの思い出発表大会イエーイみたいなのをやる、なんかしんみりとやろうかなって思ってたんですよ。でなんかまあ私だったらその友達と旅行に行ったよとか、おじいちゃん家に行っていとこに会ってきたよとか、夏祭りに行ってきましたとか、そういう報告をしようかなって思ってたんですけど、先ほど聞いた話なんですけど、もしかしたらですね、来週が最終回になるかもしれないんですよね。10月に番組編成が変わるっていうことをお聞きしまして、で違う枠に変えていただいて続けるっていうこともあるんですけれども、私たち大学3年生なんですよね。そろそろ就職活動があったりするので、もしかしたら続けるのが難しくなるかもしれないので、もしかすると来週が最終回かもしれないんですね。となるとまたやる企画、そうなると違うのを考えようかなって今思ったりしてます。ちょっと考えてるのあるんですけどね、まあここでも何回か言ってるので、まあ、お楽しみって言ってもあんまお楽しみにって感じではないですけど、まあそこら辺もメガネと話し合って決めたいと思ってます。ということでまあちょっと早めなんですけどね、来週は9月の手帳をここで広げる9月の7日が収録の予定になっておりますので、またそのお時間にお目にかかれたらいいなと思ってます。企画がどうなるかは、毎度おなじみですがお楽しみということで、今回のネタ切り花火第7回砂場で遊ぼう、ご覧いただきありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。さよなら。